はい、では、眉の1、目の1、ほうれい線の1、エラの1、こめかみのへこみを見ます。で、今までに耳たぶ回しをして十分に肩が緩んでる、こう流れてる状態で初めて流れていくので、流れる環境ができたところで筋肉を緩めていくっていうことです。流してるんじゃなくて筋肉を緩めてるだけなので、空を立てるということはそういうことで、こうリンパの走行に沿って流れは作ってるんですけど流してるわけではないですね。でこう細かくでこうするだけでほっぺがこう上がってくる、肌の色も良くなってくる、こう頬骨が出てくるんですね。いいですかね。こめかみもちょっと若干膨らんできます。これが大切で、上から下にこう全部こうだんだん肌色が良くなってきます。こっちと比べて全然肌色が良くなってる。でこうこうしていく、こうへこんでいく状態で、もう一度ですね。でもう随分頬骨の位置が変わってくる、エラも中に入ってくる、こめかみも膨らんでくるっていう形になる。幅もだいぶ狭くなってきます。幅も狭くなってくる。で下から見ると頬骨がこちらが高く、上からかね、上から見ると頬骨がこちらが高くなってきて、こう立体的になってるんですけども、こちら見てもらうとここぺちゃんとなってるじゃないですか。全く違うわけですよ。でここもへこみ、ここが出て、ここがへこみ、ここがエラで、こっちはこっちが膨らみ、ここが膨らみ、おっぺもこう膨らんでるわけですね。こっちに上がったわけじゃなくて、こう上がってくることによってこういう状態ですね。で手で言うとこういう顔がこうなってるのがこう膨らんでる状態になる。だからここのエラの下がへこんでくるという形になる。もう一回いきますね。これ何回かすることによって筋肉の走行に沿って上から下に流れる、流すじゃないです。今までの筋肉を揉むほぐすだと、こういう筋肉の束を揉むから中から水が出てきちゃうんですけども、これは膨らます形にはならない。でこうもう首のこのこれね、全然違うでしょ。ここの血管のボコボコもなくなって、ここがこうボコッとここしてるのがシュッとここにつながるようになります。まあ後ろに本当はつながってるんですけども、首の綺麗さが全然変わってくるという形になります。でエラの位置も全く違います。エラの位置も全く違う、頬骨も違う。でこれでグッと上げる、で手を取ってこうして止める、いいですね。でビビビビビビってやると、こっちがギュッと上がった状態になる。そしてここパンと張った状態、こっちはブヨ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 っとしてる。で中は硬い、で脂肪と筋肉が一体化した状態なので、この状態で保たれるということです。いいですかね。これスーパーリフトアップで、シワの状態もこっちはザザザザって入ってますけども、こちらはすごく薄くなってる。でサッサッサッサ、これを何度か繰り返していく。ビビビビってやると、これがギュッと上がりますので、でゆっくり手を離すと、そのままの形になってパンと張った状態も一緒なので、こちらから見てもらうと頬骨がギュッと上がった状態。もうちょっと下から見てください。こうしてもらうと、ね、ここのぼっこりした感がなくなってるんですね。これをこっちから見ても全然違いますね。ここが潰れちゃってるんですよ。ね、ここボコボコボコってなってる、こっちがふんわりした状態になりますので、そうすると若返るということですね。さらにここからこうペーシャルフーってやっていって、でここですね、口角を上げて、吸って、そうするとまたこっちがキュッと上がるわけですね。持ってですね、吸って呼吸をすることによって筋肉膨らませ、筋肉膨らませて、こう緩んで上に引き上がります。こう横を貫いてる筋肉は3つしかありません。この顎舌骨筋と横隔膜と骨盤底筋です。で骨盤底筋も連動してますので、筋肉が緩んだ時に筋肉は引き上がるんです。いいですか。これ見てくださいね。見てこここっちこちらもね、筋肉が緩んだ時に筋肉は引き上がるんです。でこれもここの肋骨がこう硬いんですけども、これが緩んでくるとギュッと中に引き上がる形になります。で骨盤底筋もギュッと上に上がる形になります。緩んでギュッと、 でこうするともう全然顔の幅が違う、こっちのっぺりしてる、で頬骨が出てる、ここも触ってもらっても、自分でも触ってみてください。こめかみがへこみ具合が全く違います。でここも触ってもらっても全く違う形で、頬骨の位置も角がここにある、角がここにあります。エラも触ってもらうと
エラーがここにあるのとここにある。よろしいですね。